リー、バーサス、ネットワーク、アドホック、チャレンジ、チャレンジ、トレーニング、カスタマイズ、スペシャル、スペシャル、オプション。ここは私に任せて。私を選んでくれる、よね。これより、作戦式を取ります。ラウンド 1! ラウンド 2! ラウンド 3! ラウンド 4! ラウンド 5! ラシンドスラウンド7ラウンド8ラウンド9全力で相手になるわさーて敵の攻略に入りますか血命騎士団副団長アスナ参ります悪いけど負けないわよ戦うしかないの黒すぎキエトくんみたい料理勝負ってのも面白いかもねあアコちゃんどうしたのかなふ 人は得意じゃないんだけどどこからでもかかってきなさいそんな、このままじゃ、お願い倒れてる場合じゃないキリトック電撃文庫、ファイティングクライマックス、イグニッション私、あなたみたいな人知ってるわ。ちょっと強いからって、どこにでもソロで出かけちゃって、その上、しょっちゅう危ない目に遭ってばっかりなのに、全然懲りなくて、こっちがどのくらい心配してるかなんてちーっとも分かってない。 そういう人よ。あなたも、きっと誰かに心配ばっかりかけてるんでしょ少しは反省しなさい。でも、お会いにくさま。私、そういう人の手なずけ方に自信があるんだから。とりあえず、この戦いが終わったらお昼にしましょう。とびっきり美味しいバケットサンドをご馳走してあげるわ。コスプレじゃないわ。これは血命騎士団のユニフォームよ。ちょ、ちょっとそんな言い方しなくてもいいじゃない 私だってその、この手のギルド名はちょっとどうかなと思ってたけど口にしなかったのに。でもおあいにくさま。私、そういう人の手名付け方に自信があるんだから。とりあえず、この戦いが終わったらお昼にしましょう。とびっきり美味しいバケットサンドをご馳走してあげるわ。コスプレじゃないわ。これは血命騎士団のユニフォームよ。ちょ、ちょっとそんな言い方しなくてもいいじゃない私だってその、 あの手のギルド名はちょっとどうかなと思ってたけど、口にしなかったのに。じゃあ、私が勝ったら、あなたも血命騎士団に入ってもらおうかな。そうすれば、どちらにしろ切られるでしょえうーんまあね。もう、そんなに根掘り葉掘り聞かないでよ。そういうあなたは好きな人いるのあ、赤くなった。もしかして。はっやっ構わないわ。あら 今日はあのライダースーツの人は一緒じゃないんですかそれにその格好もあんまり動きやすそうじゃないし。もしかして嫌われてるのかしら。事情なんだか61層、ムシムシランドにいたイベント NPC を思い出すわね。えち、違うわよ、ともかちゃんちょっと話を聞いてキリト君はまた、ラグーラビットを捕まえてきてね。どうしてかしら。 木刀を担いだ姿が随分と様になっているような。そういえば、キリト君もだけど、強いプレイヤーの人って、やっぱりオーラみたいなのが出てるのかしら。あ、あはは。でも、女の子に木刀っていうギャップがある組み合わせも可愛いと思うわよ。魔族特区って、その、妖怪とか、お化けみたいなのがいっぱいいるんでしょ そういうところで暮らしてて怖いと思うことはないの